何もないのか。ん？放送？脳みそ？よく聞き取れるな。言わすティストをやる。テスト？テーブルを見ろ。気づいてるのか、向こう側は。テーブル、鉛筆と問題らしき紙が置かれていた。これをやれってことか。問題を盗みにする。しょうがねえな。ティストを開始。これで普通の問題だったらどうしよう。化合物 A は燃料や消毒薬などとして幅広く使用されている物質である。化学式は CH3CHXOH である。 X に入る文字を答えよう。全然わかんねえんだけど。カーボン、普通の問題出すな。わかんねえ。化合物 N は代表的な強酸の一つで、さまざまな金属と反応して塩を形成する。塩酸？化合物 N について正しいものを選ぶ。可燃物で遮光できる容器で保存する。触れると皮膚が黒くなる。全部違うじゃん。めっちゃふがふが言ってる。ブンブルブル。これがズン先生。豚だな。顔が豚の怪異だ。遮光できる容器で保存する。これは合ってる。ワンチャンあるか。濃いと臭く、薄いといい匂いがする化合物は以下のうちどれか。アンモニア、インドール、スカトール。アンモニア？わかんねえ。スカトールってなんか。インドールか。インドールでいいんだ。悔しそう。クチャラ花嫁みたいだな。どうやらこのテストにはパスしたようだ。答案用紙の最後には、次のテストは隣の教室でやります、受験生は早く移動するようにと書いてあった。他にもテストがあるみたいだな。私たち何か試されてるかもしれない。テストというのはそのためにやるものだ。だが何のために。
その一番大きな疑問については口に出さず、まず先に本能に直接訴えかけてくる方を話題にした。 しかしこれも強烈な匂いだな。答案用紙も強烈な匂いを放っている。あの手帳をさらに数倍濃くしたような真夏の動物園のような周期だ。ちょっとわかんないですけど、その真夏の動物園のような周期が。愛が信じられないという目でこちらを見た。野さん、本当にちゃんと袋を閉じました？まだものすごい匂いがするんですけど。え？すまない、確かめてみる。何？机の裏側、足元に置いてある箱のようなものが目に入った。あ、血の浮いたカバーから飛び出た手足。そこから導かれる答えは、確かめねばならない。だがどうしても手が動かなかった。何か見つけたん。くれない。自分でも驚くような低く鋭い静止の声がほとばしった。こっちに来ないでくれ。これは我が確かめる。バラバラ。これ警備員か。そうだろ。現在進行形でこの会議が。大丈夫ですか？死体だ。おい、死体があってここの匂いはそれのせいや。死体？なら早くこの部屋を出ましょうね。隣の教室。え？隣の教室に次のテストがあるそう。そこへ行ってみよう。はい。かわいい。敬礼しとる場合か。この死体をここに運び込んだやつがすぐそばにいるはずなんだから。隣の教室、早くもか。なんだ、愛？染める愛？児童の名前が書かれたプレートが土に刺さっている。植木鉢の下に何かが挟まっている。やったぜ。おお、体力上がった。ということはテストでまたデッドリーチョイスがあるってことか。鉄臭い匂いがする。まあ待て。愛？染める？それぞれ愛染めると書いてあるように見える。その後にも文字は続いているが、とても読めそうにはない。わからないですね。字汚すぎ。そこ？汚いとかっていうより足りない的な。やるか。
ティスト開始。問い1、仏を信じることが大切のようです。仏は大事一番の大切さです。大変強い愛様、信じないといけません。愛様は大変強いエンジェルと思われるようなお方です。汚れた人族の匂いを消して自然自然となるのが大切です。これを、マルヌメイ一女と言います。愛か。問い2、人族は苦しみの塊です。他の動物さんたちを殺し尽くします。眷属のお蛇様さんたちも大変苦しい苦しい毎日です。お蛇様さんたち、火や熱を嫌い、ようにこの世嫌いです。この惨状を地運末法と言います。染めるか、血栓末法。グッド。問い3、愛様のお札を持って毎日求すると言います。お札は大切、脳みそ心臓より命より大事なお宝です。言葉ではなく行動で示す。お札と共に歩めばテケ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 になります。修行した、3番目でいくか。グッド。全然意味わからん。次のテスト、隣の隣の教室。隣の教室には立ち入り禁止、入るなと書いてあった。隣の教室には入るな、なんでだ。何か見せたくないものがあるとか。でもこう書くと逆に見たくなりません。まったくだ、そこまで考えて書いたわけじゃな。今の音、その隣の教室からしませんでしたか。何かあるみたいだな。隣の教室を調べてみよう。次のテストは後回しだ。これ調べたら条件がなんか悪くなってバッドエンドになるとかじゃないだろうな。鍵かかってるやんけ、鍵かかってるやんけ。待てよ、これはなんだ、針金。針金を鍵穴に突っ込むことでロックされているようだ。かなり念入りに幾重にもねじられており相当の太さがある。これを切断するのは無理だろう。金属へ変質させられるようなものが持ち物の中になかっただろうか。溶かすのか。これかな。取扱注意の文字、そしてこの塩素のような匂い。
もしかするとこれは金属を溶かすような強酸なのかもしれない。試してみるか。焦るな、少しずつ。これ溶けてるんですか。ああ、そろそろいいかな。やったぜ。やった、野さん頭いいんですね。反応に困る反応だ。しかしともかくこれでこの部屋の中を調べる。中を調べてみよう。使い切っちゃったよ。いいのかね、先に調べて。何？うわ、すごいことになってるぞ。えぐいな。これ血の匂い。足元はなぜか泥のように柔らかい。うわぁ、なんだこの教室。臓器、肉片、大量の血液、そして表情のない動物の頭部が机の上に整然と並べられていた。しゃがみ込んだらもっと見えちゃうんじゃないか、臓器が。生贄の儀式。調べよう。この教室を調べないと。え？窓際の机が不意に音を立てた。誰かいるのか。エロい。エロいけどちょっとおばさんっぽい。生きてるのか。解体を待っている家畜のように見える。手伝ってくれ、ここに捕まっている人が。大丈夫ですか、しっかりしてください。目立った反応はない。半分だけ見開かれたその眼差しはもやがかかっているように曖昧だ。見殺しにはできない。この人を連れて一度帰ろう。肩を貸せば歩けるだろう。それはいいですけど、裸ですよ。そんなことを気にしている時か？という思いがかすかに頭をよぎった。いや、しかし服といえば、ああ、白衣か。これを着せてあげてくれ。あの梱包された衣服の包みを破り、とりあえず白衣だけを取り出した。そこは立ち入り禁止だ。まさか、早いぞ。もう今回ちょっと前置きが長かったんじゃないか。どうしますか。このまま逃げよう。 H 小学校の構造は大体分かってる。ライトがなくてもなんとか。急ごう。この人に肩を貸して、せーの。
やっぱりテストをやるべきだったか。あ、今おばさんっぽいと思いました。別にどう思われてもいいですよ。今はオフなんだから。その人は大丈夫そう。バックミラーを覗くのも遠慮がちになる。あんまりジロジロ見ないでください。非常時にもプライバシーが。誤解だよ。ぐったりしてるけど落ち着いているみたいです。寝ちゃってるのかも。あの野さん、私見ました。見た？何を？印、白衣着せるときこの人の体に。そうか、また一人我々の仲間が増えてしまったわけだ。その人に話さないとな。そうっすね。この人も気を落とさないといいですけど。仲間になるのか。ん？この人じゃないわ。起きてたのか。すまない、名前を知らないものだから。私は疲労窓か。何でもいいから早くシャワー浴びたいわ。名前があるって言うとやっぱ仲間になるのか。あら、そちらの女性は。話は後だ、早く湯を沸かしてくれ。毒が回ってんのかな。あれはひどいが、毒蛇に噛まれたわけではなさそうだ。立ち絵あるのか。へえ、立ち絵があるぞ。珍しいパターン。あんなグラマラスな。気痩せする人多くないこのゲーム。ふう、ひどい目にあった。何はともあれ助けてくれてありがとう。不幸中の幸いだったのは私をなぶるのが目的だったことね。そうじゃなかったら今頃中毒死か蛇の餌だったろうし。大丈夫なんですか？心配しなくて結構よ。私切り替えが早いから。とか言って泣きそうだったくせに。っていうか泣いてたのに。で、なぜあの場所にいたんだ？私の方が知りたいくらいよ。ズカは学びって女を追いかけてる途中に気絶したみたいで、気がついたらあそこにいたの。ズカは？ズカは？もしかしてそれズー先生のこと？ズー先生？そういやあの女が教員やってた頃そんなあだ名だって聞いたかも。どうしてそのズカを？ストップ。先に私の質問に答えて。あなたたちどういう人？なるほど、理解はした。けど信じるかどうかは別問題だね。ズカーが人外の化け物になったかもしれないなんて、そういうヨタ話はフィクションだけで十分よ。そのズカーさんとはどういうご関係なのかしら。
同じ会社の研究所に勤めてる同僚よ。女の少ない職場だからなんとなく話すことが多かったの。で、油断したらひどい目に遭わされたわけ。あの女、私の家から大事なものを盗んだの。最初はどこへ行ったのか皆目見当がつかなかったんだけど、社員寮のあいつの部屋を漁って H 市にいるって当てがついたわけ。最近届いたクレジット明細を見ても H 市で買い物してるみたいだし。え、会議がショッピングですか？そんなのがスーパーに現れたりしたら大騒ぎになるんじゃ。は？本気で言ってるの？あんた、よく見ればラブ&ヒーローの柏木愛じゃない。テレビでバカだとは思ってたけど演技じゃなく素だったんだね。失礼ですよ、あなた。100歩譲ってズカワが怪物だとしたら人前に出るわけないでしょ。電話よ電話。注文を受けた業者にも確認したし、女の声でブツを所定の場所へ届けてほしいって頼まれたんだって。代金は前払いで振り込まれてたから業者はちゃんと運んだってわけ。ちなみに運んだ先は H 小学校の近くにある空き倉庫だよ。そのブツというの、動物よ。どういう子猫か知らないけど、牧場やペットショップから運ばせる。犬、猫、豚、蛇、馬、果てはトナカイやダチョウなんかも取り寄せてたみたい。金に明かして裏のルートなんかも使ってね。スー先生らしく動物園でも始めるつもりかもよ。頭だけになってた。で、私は空き倉庫付近でズカワが来るのを待ってたの。けどいつの間にか気を失って、気がついたら突っ裸であんな目に遭っていたというわけ。ズカワの仕業ね、きっと。だとしたらあなたの印もその時に刻まれたのかしら。印って、ああ、例のあざのことか。私は信じてないけど、仮にズカワが印を刻む怪物だったとしても、私のはあいつのせいじゃない。H 市に来る前からあったし。おい、どこで刻まれたんだい？なんなの？気色まんじゃって。この構え朝起きたらいつの間にかついてたよ。前日に心霊スポット巡りとかしたんじゃないですか？バカなこと言わないで。あんたみたいな低俗な格好したアイドルと一緒にされると迷惑よ。このあざにしてもそう。これがあると死ぬだとか、記憶が消えるだとか、非科学的な話でバカらしいったらありゃしない。不良少年の長島翔と同様、心霊絡みの話が苦手なタイプらしい。私から話せるのはこのくらいね。あなたたち、これからズカを追うんでしょう。私も手伝うことにする。でもあなた、本当にいいの？死ぬかもしれないのよ。そのつもりはないけど、それならそれで仕方ないか。私さ、生きてるだけで幸せって考え方が嫌いでね。学級の徒だし、知的好奇心を満たしてそのこその人生なわけ。そのためにあの泥棒猫から取り戻さないといけないものがあるの。命より大事ってやつか。一体何を盗まれたんだ？3人目か。 H 小学校の調査に戻りましょう。後でじっくりさっきのイベントへ見とかないとな。